今日のお目覚めテレビ占いコーナーはズバズバ当たると評判のタロット占い師タロット京子先生でした。悩み事がある方はぜひ私へご相談ください。私のタロット占いは 100% 当たります。またテレビに出てるよタロット京子。この人のタロット占いは本当すごいわよね。私が東大目指して頑張ってることもズバリ当てたものね。うんうん、ほんとタロット京子すごい人だよ。みんな聞いてくれ。どうしたの蓮くん。俺翼ちゃんと別れることになるかもしれない。え、なんで。ついに翼ちゃんに振られたのか。そんなことを翼ちゃんから何も聞いてないよ。俺っち昨日見てはいけないものを見てしまったのさ。ほら、ショッピングモールに翼ちゃんと知らない男が一緒にいたんだ。誰この男。うちの学校じゃないよね。うん、こんな人見たことないわ。でもなかなかのイケメンね。みさきちゃん。あ、レンごめん。いいんだよ、本当にイケメンだから。なんかおかしいと思ってたんだよな。昨日翼ちゃんやけに嬉しそうに。レンごめん、今日はちょっと先に帰るね。一緒に帰らないの。うん、ごめん、また明日。バイバーイ。ちょっと、いつも俺たち一緒に帰るじゃんか。まあいいか、今日は俺っちの大好きなレモネードガール最新刊の発売日だし、それでも買って帰って読むとするか。おお、あったあったあった。毎回楽しみなんだよな。よし、早速レジにっと。あれ翼ちゃんじゃん。それと一緒にいるやつ、あれ誰だ。それに翼ちゃん制服から着替えてめちゃくちゃオシャレな格好してるし、どういうことだ。とりあえず後をつけてみよう。いや、りょうにこれは似合わないよ。もっとシンプルなこっちの方がいいと思うよ。そうだな、翼の言う通りにしたら間違いないよな。りょうにつつばさ、彼氏のオレッチでさえちゃん付けで呼んでるのに、なんで呼び捨てなんだよ。それにあのりょうってやつ何者なんだよ。で、オレッチは大ショックな現場を発見しちゃったんだ。りょうってやつなんか聞いたことないよな。うん、そしてその後オレッチが最も衝撃的だったのは、なんか喉乾かない。ここは炭酸で。シュワッとして美味しい。りょうも飲む。おう、サンキュー。ああ、生き返る。やっぱり喉が渇いた時は炭酸だよな。ねえ。一本のジュースを二人で飲むなんて、それはもう間接キスじゃんか。ああ、ショックで倒れそう。そこから俺っちはショックでしばらく動けなかったよ。翼ちゃんはしょうもない俺っちに愛想が尽きたんだよ。そこにイケメンが現れて、翼ちゃんの心はもうあいつに。なあ、ハルト、別れを切り出されるのも時間の問題だよな。そんなの嫌だよ。おはよう。みんなで何話してるの？翼ちゃん、俺っち、帰ります。あー、レン、こうなったら私がリョウって一体誰なのか聞くわ。おい、ミサキ。ダメだよ、二人の問題に首突っ込んじゃ。これは翼ちゃんとレンが話し合わないと。リカ、ミサキ、私しばらくみんなと遊べないからごめんね。もしかしてバイトが忙しいとか。いや、そういうのじゃないんだけど。まあ、また後でね。ねえ、リカ、あの感じ、やっぱりリョウって人と翼なんかあったんじゃ。でも私たちにまで内緒って水臭くない。そうだ、今流行ってるめちゃくちゃよく当たるって評判のタロット占い師タロット京子先生に
翼ちゃんと蓮くんの行く末を見てもらったらどうかな。でもそんなに人気なら予約がいるんじゃない？おいおい、それが今ネットで京子先生のスケジュールを調べたら、なんと明日11時からショッピングモールで占いイベントをするみたいだぞ。すごい、なんてラッキーなタイミング。それじゃあ明日は本人の蓮くんを連れて京子先生のところに行きましょう。次の日。え、なんで？リカもハルト君もミサキもカケルも渚、マドカ、ユーキ、カレンもいない。なんで？おはようございます。今日リカちゃんは頭痛、ハルト君は捻挫、渚ちゃんは発熱、ミサキちゃんは鼻炎、カケルくんとレンくんは下痢でお休みだそうです。マドカちゃんとユウキくんは短期留学中で、カレンちゃんは海外旅行中ですね。そんなに病気が重なることってある？なんか寂しすぎるけど、まあ仕方ないわね。みんなみんな、早く、よかった、ショッピングモール開店と同時に走ってきたから。まだお客さんが誰もいない。いらっしゃいませ。タロット京子先生は今準備中ですので少々お待ちください。リカちゃん、こんなに走ってくるほどこのタロット占いって人気なのかよ。うん、だってほら見て、京子先生に占ってもらうのはこの私よ。うおー、すげえ人がこっちに来てる。タロット占いしてたわ。すね、すごい人気でしょ。皆さん、京子先生のタロット占いに来てくださりありがとうございます。ですが今回は5名様しか占えません。その5名様は先着順ですので、もう締め切らせていただきます。いやー上司、もう人がいっぱいだわ。私たちの3人目のプリティベビーはいつ授かるのか見てほしかったわ。残念だよ。がっくりだ。それではお待たせしました、大人気のタロット占い師タロット京子先生の登場です。皆さん拍手でお出迎えください。テレビでは見たことあるけど実物を見るのは初めてだわ。そんなに人気の占い師ってどんな人なんだよ。皆さん長らくお待たせしました。私がタロット京子です。おなんか俺の予想と全然違う人だ。まず私の名前、京子の漢字はこう書きます。驚くの京に子供の子で京子です。なんかどこかで聞いたことあるようなフレーズ。驚くっていう漢字が名前に入ってるなんて、まさに顔と名前がぴったりだね。そういうところもなんかあの人と似ているような。それでは私に占ってほしい5名様はどちらでしょうか。俺ちはまだ心の準備ができてないから最後に占ってもらうよ。じゃああんたから行きなさい、かける。俺は蓮についてきただけで別に今悩み事とかないんだけど。悩み事相談ではなくてもタロットは未来についても占えますよ。じゃあお願いします。それでは始めたいと思います。今から私がたくさんのカードをシャッフルします。あなたは僕の未来について教えてくださいと念じながら、いいと思ったところでストップと言ってくださいね。わかりました。なんだかこっちまでドキドキするね。ね、それではシャッフルするのであなたのタイミングでどうぞ。俺の未来はどうなりますか。ストップ。はい、それでは1枚カードを引いて自分の目の前で引いてください。よし、これだ。パッと見た瞬間このカードに目がいったんだ。このカードはどういう意味なんですか。そのカードは肯定。あなたはこれまで頼りないとか目立たないとか言われながらもコツコツ努力してきましたね。それが実って、将来は社会的にも成功してこの皇帝のように権力を手に入れることができるでしょう。本当ですか。すっごく頼りない男なんですけど大丈夫なんですか。あなたは彼女。幸せね。この彼についていくと幸せになれるわよ。やったわ。京子先生ありがとうございました。すごいよかったね、みさきちゃん。はい、では次の方。私ちょっと悩みがあるの言っていいかしら。もちろん、お願いします。はい、
じゃああなたも悩んでることや気になることを念じてくださいね。私とトムさんの恋の行方はどうなりますか？ストップ。はい、こちらから選んでください。私はこのカードのにするわ。お願い、いいカードであって。私が引いたカードはこれでした。わあ、すごい。このカードは女帝。あなたは将来家庭的な愛情や情熱を手に入れることでしょう。そのお相手は今心の中で思ってる人よ。おめでとう。本当ですか？私がトムさんと？嘘みたい。すごい、渚もやったね。やったー。おいおい、女子たちは何のためにここに来てるのか忘れてないか？はい、じゃあ次は私もお願いします。私もいいカードが出て将来ハルト君と結婚できますように。またまたびっくり。世界だわ。世界？カードの中で最もいい結末を迎えるっていうカードなの。自分の理想とする現実が訪れます。まさに今あなたが願っていることよ。本当に？やったー、ハルト君。じゃあ次は僕が言ってみるよ。これでもし同じようなことが出たらその未来は本当ってことだもんね。お願いします。僕のカードはこれでした。あなたにはこれから自分を成長させるための試練の時が来ます。努力や忍耐が必要です。でもあなたはきっとそれを乗り越えられる強い精神力がありますから大丈夫。頑張ってください。わかりました。絶対にそれを乗り越えてリカちゃんを幸せにしてみせます。なんだよなんだよ、結局みんないいことばっかりじゃねえか。今日の占いの本命はどうやらあなたのようですね。さあ心に強く占ってほしいことを念じてカードを取るのよ。翼ちゃん、翼ちゃんは俺よりも好きな人ができたの？もう俺たちはおしまいなの？教えてください。ストップ。さあ引いてください。どの占いよりも当たるこのタロット占い、これで俺っちと翼ちゃんの運命がわかるんだな。俺っちが引いたのは死神だ。終わった。ですよね、これ最悪ですよね。いいえ、よーく見てごらんなさい。カードが逆さまになってるでしょ。正位置だと停止や中止など物事が終了することを意味するんだけど、逆位置を引いたということは逆に新しい現実が再スタートするっていういい意味なのよ。あなた彼女のことで悩んでるわね。さあ彼女にちゃんと聞いてみなさい。みんなこんなところで何してるの？みんな具合が悪いんじゃないの？翼ちゃん、なんでこんなところに？あんたたち以外にもインフルエンザとかで欠席者が多くて臨時休校になったのよ。あいつだよ、あいつ。俺から翼ちゃんを取った亮ってやつ。え、この人？はあ、何言ってんの？亮言ってやって。あんたは私の弟です。弟？翼ちゃんに弟がいるなんて聞いたことないんだけど。この子中学からテニス留学で日本にいないのよ。たまーに休暇で帰ってくるだけ。なかなか会えないから帰ってきた時ぐらい結構一緒にいたいなーって。でもブラザーコンプレックスだと思われたら嫌だから黙ってたの。なんだそうだったの。翼ちゃん、よかった、俺っち振られるのかと思ったぜ。それなら日頃の行いを反省して私を大事にしなさいよ。何々ちゃんかわいいね、何々ちゃん遊ぼうって、ほんと女の子大好きなんだから。ごめんなさい、もう翼ちゃん以外見ません。レンさん、ほんと姉ちゃんをよろしく頼みますよ。いやー、それにしてもタロット京子先生の占いすごかったなって思った子は評価をぜひ。チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに質問。みんなは占いって興味ある？コメント欄で教えてくれよな。また次の動画でな。バイバーイ。